ヨアン・ベナルアンは、フランス・バニオール・シュル・セーズ出身のサッカー選手。チュニジア系フランス人で、チュニジア代表選出経験がある。アリス・テッサロニキ所属。ポジションは DF。AS ・サンテティエンヌのユース出身で、2007から08、シーズンにトップチームデビュー。2010年8月、セリエ A に昇格するエシー・チェゼーナへ完全一席。2012年8月、 パルマ FC へ、レンタル移籍。2015年8月3日、プレミアリーグのレスターシティ FC へ4年契約で移籍。しかしレスター役心の原動力となったウェズ・モーガンと、ロベルト・フートの CB コンビに割って入ることができず、半年間で4試合の途中出場に止まった。2016年2月1日、出場機会を求めて、 アッコフ・フィオレンティーナへ半年間のレンタル移籍を果たしたが出場機会は訪れなかった。2019年1月18日、ノッティンガム・フォレスト FC に18ヶ月の契約で加入することが発表された。ノッティンガム・フォレストとの契約解消後、ギリシャのアリス・テッサロ2期に加入。年代別代表では2008年に U-21 フランス代表でプレイした経験を 持つ。2010年にチュニジア代表のアプローチに応じたが、同年8月のアフリカネーションズカップ2012予選、チャド戦では、必要な予防接種を受けていなかったことが判明し、チームに交流できなかった。その後もチュニジア代表に招集されたが、フランス代表への変更を希望して、招集を拒否。しかしフィ f ファに代表変更が認められず、 どちらの代表でもプレーできない状況になっていた。その後ようやく代表変更の許可が下り、2018年3月23日のイラン代表戦でチュニジア代表デビューを果たした。ありがとうございます。